江戸情緒を残しながらもパリの街並みを思わせるような神楽坂。伝統文化の色彩あふれる神楽坂の街のあちらこちらで音楽、話芸、さまざまなパフォーマンス、若手からベテランまで伝統芸能の第一線で活躍する皆さんが大集合し、熱くその魅力を伝えるフェスティバル、神楽坂町舞台大江戸巡り2021。今回はオンライン配信となりましたが、やらいの音楽堂、セッションハウスなど新たな会場からもオンラインならではの内容でお届けいたします。ぜひご覧くださいませ。曲へ行きましょう。傘の上で色々回していきます。まずは丸を回して家庭が丸く収まります。丸の回しだけ行ってみよう。見上げ話に江戸文化、聞いておかえり人くぶし、私の歌うゴスペルも平和願い祈ります。Amazing grace. インターマスダレ。ちょいっと返せば、ちょいっと返せば、単語の節句は恋ののぼりに三文にったり。恋ののぼりがお目に止まれば、東京タワーに這い上がわり、東京タワーがおめえに。
を尽くして薙ぎ立て切り立て突きかくれど、横に払えば飛び上がり、中途払えばかいくぐる、前に現れ後に隠れ千変万化、影楼稲妻水の月、形は見えても手にも止まらず、右にくぐって左に抜け、あるいは橋の欄干に飛び上がり、つつもつ時代ところを定めず、弁慶なぎなたを打ち振り打ち振り、飛竜逆流逆門流水波まくり、長の三冠小乱入、陰に閉じように開き、開けばつけいる千変万化。ちょっと自分でも何を喋っているのかわからないというくらいの激しい立ち回りでございますが、そのうちに下雪溶けて心配するな、これこそ母の病は、引けた。長袖の衣に香る薬ば。この屋来能楽堂では芸能道しるべと称しまして、平安時代の雅楽、中世室町時代に生まれたお能、そして近世江戸時代の日本舞踊と、日本の伝統芸能の中から舞と踊り、身体表現にスポットを当てて構成いたしました。you
みたいな人で何を言っちゃうんでこの野郎、ポンと前に出ようといたしました時に目の前にございましたこの猫の茶碗、これを使いますってえとえいっとやったもんでございますから壁に当たりますとサリーンと割れる、この野郎覚えていやがれ、たさあこれから松本屋と一緒に測ってやってまいりましたのが南の掛かりは名奉行と言われましたる大岡越前の神様でございます。おなこそ源氏方白旗隠し持たるぞ奪い取れわーい取れと呼ばわる声を聞きしよれ、船に居合わす平野左衛門飛びかかってもぎ取る。この名は徳のはちょっと面倒、お前さんには解かさせないぞ、あれやお前の大納言がこの国は絵を置いてきて許してくれよ人もろかのと詫びをいたした。その上で自ら徳なら解かせましょうけどさもない時にはめったにこの名はあんはは解かさ